ド。クラップウォーキング、足踏みしながら胸の前でクラップ。産前産後は足がむくみやすいけど、足を動かし続けることで血流がアップしてむくみにくくなるよ。お腹に当たらないように胸の前でクラップしよう。アームスオープン。どうしても肩甲骨硬くなっちゃうから胸張って肩甲骨しっかり寄せていこう。猫背が改善されて肩こりも軽くなるよ。最後はスクワット。膝が曲がったところからスタートして、膝は伸ばしきらないよ。これ大事。つま先と膝の向きが一緒になって、背中まっすぐにして前のめりにならないようにね。下半身は体の中で一番大きい筋肉だから、ここの筋力はキープしたい。自分のペースでいいからゆっくりやってみてね。無理は禁物。安心安全にお家で有酸素したい人は概要欄からやってみてね。